ヒデさんの動画です。昨日の新型コンプレッサーの動画見ていただきましたでしょうか。今日やるのはこちら、廃校機コードレスインパクトドライバー WH36DD ということで、皆様待望のというか、嘘でしょうっていうようなね、新型が突然の発表となりましたね。まあ、先日、まあ、この従来機ってもう言っちゃっていいんですか ?WH36DC っていうのが、まあ、3周年を迎えましたよとかっていうキャンペーンを打ち出してたのに、まあ、打ち出している途中なのかな。なのに、まあ、これがね、いきなり発表ということで、まあ、びっくりしたんですけれども、まあ、発売というか、2月のですね、末です。2月末に発売。だから、まるっと2ヶ月ぐらい早く、こんなに、新型コード出ますよっていう告知がスタートしたという形になります。まあ、おそらく私が、日本最速のね、動画公開かなと思います。まあ、2ヶ月も、早くて、まあ、結局、現行の WH36DC 売れなくなるじゃんって、思いがちなんですけれども、まあ、ちょっと価格を見れば納得かなと思うところがありまして、定価がですね、はい、こちら、8万3000円税別ということで、爆上がりでございますね。現行の WH36DC っていうのが、まあ、7万3000円だったんですよ。まあ、1月で値上がっちゃったんで、7万5900円にはなってしまったんですけれども、まあ、価格差が結構あるなと。で、かつ、この WH36DC って、今、セール組まれてて、非常に特価になってるんですよね。だから、結構その、定価以上の価格差が出るんですよ。店舗によってなんですけれども、まあ、現行と、まあ、この、今度出るね、新型で、1万円ぐらいの差が出てくるはずなんですよ。って考えると、まあまあまあ、今から告知しておいて、まあ、その、ユーザー層が違うっていう意味でね、まあ、分けとくのはありなのかなと、思いました。ただね、そうなるとちょっと不思議だなって思ったのが、1月、今ね、これが発表になったじゃないですか。だから、これ発表になってるんだから、これ作ってりゃいいのに、こっちの定価を上げた意味がちょっとわかんなくて、だから、定価を上げたってことは、まだこれもね、また2ヶ月ぐらい作り続けるために現行で値上げしたのかなとかっていうね。まあまあまあ、そんな感じで。まあ先ほど、まあ8万3000円。かけとかって言いましたけれども、マキタがですね、18V 機の TD173 っていうのが、定価8万3000円なんですよ。これですね。8万3000円。で、40V 機の TD002 っていうのが、定価9万500円。だから、バイコキさんこの新型、値上がったとはいえ、まあ、こいつを、まあ、倒すためにですね、まあ、バチバチの、価格設定にしてきてるなという感じでございます。とりあえずですね、デモ機としてこのアグレッシブグリーンっていうのを今私デモ機で借りてきたんですけれども、同時発売でストロングブラックっていうのが出ます。で、少し遅れて3色出るそうなんですけれども、まずこの3色っていうのがですね、シークレット状態でございます。何色が出るかわかりません。で、まあ、最近限定色でイエローとかあったんですけどね、どうですか廃校機さんのカラー。なんか、おとなしめの色ばっかり。うん、私はね、まあ、黄色でももちろんいいし、ここ最近はどうですか？アースカラーは、もうちょっと、あれですか、遅いですかね。だから、ハイビス系のね、色がこう来ると、もうちょっと、おーってなるのかなっていう感じなんですけれども。まあ、私がね、こういう発言をすると、お前知ってんだろとかっていう感じで言われそうなんですけれども、マジで聞いてませんので、もし本当にハイビズカラーが出たら、おお、マサオすげえなとかっていう感じで、拍手をしていただければと思います。で、まず申し訳ない。むちゃくちゃひでえぶち込み方をすると、廃校機特有のダサさすいません、これちょっとわざとこういう喋りをしてるんですけれども、この、ね、僕の動画を見てくれてる方は、まあ、まだ言ってんなって感じなんで、ね、ちょっとね、廃校機さんの開発系の方も見てるんでね、あんまり下手なことも言いたくないんですけれども、まあ、ちょっとその、皆様なら分かってくれるかな。まあ、その、廃校機さんの、まあ、緑色がとかってね、私よく言うんですけれども、緑の話じゃなくて、なんていうんですかね、まあ、これは結構私かっこいいと思うんですけど、なんだろうな、この、ゴムとプラスチックのその、切り替えの部分の感じとか、この角張り方っていうんですかね、その、無駄なんですよ。無駄なんだけど、なんかちょっとかっこいいやり方っていうんですか。そういうところって、なんか牧田さんのやつが、結構ね、かっこいいなって私ずっと思ってるんですけれども、この新型がですね、
かっこいいんですよ。ちょっとね、アップで見せようかな。あ、いいね。この比較の仕方いいかな。はい。新型。まあ、ここを、ね、会社のロゴマーク周りを黒にしたなっていうところはあるんですけれども、まあ、小さいところだと思うんですけど、まあ、ここもね、スモークっぽい色にしてかっこよくしてきてたんですけれども、新型はさらに、ちょっとカーボン調にして、かっこよさを追求したなという形になってます。かつ、これを見ていただいて、わかりますかね、こっちが、ごめんなさいね、旧型で、こっち新型。このね、グリップ周りの、ゴムの感じ、わかりますか？ここの、ボツボツ具合は、まあ、目に見えてわかるんですけれども、もうちょっと、こうしようかな。ほら、ここっすよね。ここの、これがね、かっこいいの。無駄にかっこいいの。こういうの求めてました。無駄にって最悪な言葉ですね。なんだけど、まあ、無駄じゃないですね。結局こうやって持ってみるとわかるんですけど、確かにこっちの方がグリップ力が全然ある。はい。すごくいい見た目をしておりますよ。はい。次ですね。全長。114ミリから111ミリと、3ミリだけですけども、短くなりました。まあ、これ何意識してるかなっていうと、まあ、完全にこいつですね。T273 っていうのが111ミリなので、まあ、そこを意識して、まあ、合わせてきた、形となります。で、次、ライトですね。元々が、こうやって、ああ、わかりづらいな。はい、元々の機械が3灯で、こういった点灯の仕方をしていたんですけれども、新型はですね、おお、わかりやすい。はい、こういった感じで、3灯ではあるんですけれども、それぞれライトの幅をこう広くして、より照らせるようにいたしました。お、すげえ。私の動画いいですね。違いがわかるじゃないですか。こっち旧型。こうでしょ？ほら。こんな感じ。いいじゃん、いいじゃん。まあ、よりね、こう、影がなくなるようなライトになったぞっていう感じになりますね。はい。で、このライトをちょっと見ててほしいんですけど、これね、ちょっとね、私、今、どのモードだと消えるかっていうのがちょっとわかんなかったんですけど、なんかこう、閉めた時に連動して、こう、つくじゃないですか。このつき方がね、まずこう、ふわっとつくのがかっこいいな。これも別にどうだっていいんですけど、消える時ですね。これほっとくと、まあ、自然と、ふーって消えるんだけど、この、ふーんってこの消える感じが、この、こっちは、パッ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 って消えるんだけど、この、これ、ふわっていうのが、なんかちょっと高級感あるじゃんってちょっと思いました。その話はどうだっていいんですけれども、ちゃんと見てほしいのがこっちっすね。はい。というわけで、これまた旧型比較で、ちょっと部屋を今暗くしてみたんですけれども、はい、お分かりいただけますね。はい。今こうやってモード切り替えをして、はい。はい。じゃあ今何モードか分かりますか？はい、どうですか？はい。じゃあこっち。ほい。はい。今、はい。じゃあこれ今何モードか分かりますか？はい。というわけでですね、ここが、まあ、自光式のパネル、まあ、かつこのモードのところもね、全部光ってますんで、まあ、非常に、暗がりでも視認しやすくなったという形になりますね。ていうか、かっこいいですね。とにかくここは、かっこよくなったという形でございます。はい。じゃあ、モードの説明をさせていただきましょう。そもそものパワーですね。200Nm ということで、旧型からの進化なしでございます。で、マキタの 40V 機っていうのが 220Nm なんで、非常に強力なんですけれども、そことはまあ対抗してこなかったという形になります。ただですね、工具マニアの方、ご存知かと思いますけれども、ハイコキさん、トリプルハンマーって書いてますね。これがとにかくすごくて、220Nm のね、機械なんかよりも全然速いビス締めスピードで、とかってね、入っていきますんで、まあ、ここの数字だけじゃ、語れないいいところをちゃんとね、継承しております。このトリプルハンマーがものすごいんですよね。パワーが必要な時は、すごいこう距離で、ブーって入ってくし、小刻みにやりたい時は、って感じでね、細かく叩けるとかっていう、まあ、それは話すと長くなるんで、別動画をご覧ください。
とにかくね、200と言いつつも他社に負けない、ものすごいスピードで、締め付けることができるという機械ですね。はい、じゃあモードの話でした。基本の、5モードは変更なし、小さいビスが得意な回転数を落としたモード、最速でビスを締め付けられるモードですね。でこの今最速モードですか、最速モード、このモードなんですけど、これに関してはちょっとすげえゆっくり押しますね。って感じで、まあ、指の加減こんな細かくする人はいないと思うんですけれども、ふわーってこう、回転数を上げることができるんですね。で、次のモードが、単管モードとかってやつがあるんですけれども、これも、まあね、同じような感じなんですけれども、これはですね、回転数ちょっと落としてあるんですけど、この指の加減の方が結構、この辺は一緒。最後ですね。って言うんで、引き代のこの加減が全くない。だから単管パイプなんかを連続でブリ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 って締める人は、この指をね、何回も押すのがストレスなんで、最高速までたどり着くのが早いモードとなっております。で、もう一回押すと、赤の点滅をする、ボルトのマークの点滅してるのがあるんですけど、これはですね、まあ、空回しするとそっくりなんですけれども、単管パイプのクランプなんかをダダ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 って締めてって、いつまでも締めてるとナットがダメになっちゃうじゃないですか。あれをダダダダぐらいで止める、そのボルトナットを痛めないモードっていうのがその点滅のモードですね。これを逆回転にするとダダダダダダキュ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 っていう、なんですか、打撃が終わった瞬間にスローになるモードとかっていう便利な、モードもついております。で、最後、これわかりやすいですね。テクスマークついてますけれども、これテクスモードって言って、回転数は速い。速いんだけれども、打撃をすごく落としてやるモードになります。要はその、鉄板ビスなんかを揉んでて、ねじ切れないようにするモードですね。はい。で、ここまでの5モードになるんですけれども、さらに、ハイコークさんおなじみのアプリモードが、入っているということで、これはですね、ここのボタンを押していくと、わかりやすいですね。青く光るんですけれども、それがアプリモードになります。青の点灯っていうのが打撃数とか、スイッチのこの引き代加減とかっていうのを、自由に、カスタムして使えるモード。で、もう一回押すと、青の点滅モードっていうのがあるんですけども、これがね、細ビスモードっていう名称なんですけれども、これがね、ちょっと資料不足でよくわからんのですけど、面白くって、いきます。これ、無負荷状態なのに、なんか電子打撃っていうんですかね。これでこう、細ビスをこう、なんですかね、タタタタタって、本当の打撃じゃなくて、これで、締められるっぽい。まあ、これはちょっと私も今わからないので、もっとちゃんとした説明が来たら再度配信しようかと思います。はい。というわけでですね、またちょっと古い話持ってきちゃうと、この WH36DC、まあ、3年前か、発売した時にね、私、発売日だったかな、いきなり文句言ったんですよね。こっち、インパクトドライバーに、今、Bluetooth 連動でアプリ設定ができて、どうだすげえだろうってメーカーさんがやってたのに、なんか私、そこにいきなり文句を言いまして、ですね、その最初、5モードありますって言ったじゃないですか。だからこっちももともと5モードあるんですよ。なんだけど、その弱いモード、その次がパワーモードってやつなんですけど、パワーモードっていうのをアプリ入れると、アプリが上書きしちゃうんですよ。だからパワーモードがなくなっちゃうんです。アプリ入れると。で、そもそもね、ほぼ大半の人はカスタムするモードっていうのは、そのパワーもっと、俺は強いのを締めたいんだけど指加減がねとかって言って、だいたいパワーモードをちょっとアレンジするからほぼ問題はなかったんですけれども、カスタムで弱くしてる人っていうのは、パワーモードがこの機械からなくなっちゃうんで、どうしたらいいんですかねとかっておちゃらけたんですけれども、まあ、それが、この新型になって、アプリモードはパワーモードと切り離されましたんで、ご安心して全モード使ってね、という形になりました。で、この新型なんですけれども、
買いました、いや工場出荷時って言い方がいいですかね、はい、買いましたっていう瞬間は、5モードしか、選択できないようになってて、Bluetooth で、スマホ連動すると新しい2モードが、ここに追加されるという形になりますんで、まあ、1つのボタンでね7つもモード切り替えるのめんどくさいじゃないですか。その辺はあのうまいことあのやれますんで、大丈夫だと思います。はい、次、ライトモード搭載ということでね、マキなんとかさんのいいところをねバンバン盗んでいきたいと思います。この左右切り替えのスイッチを真ん中のトリガー引けないところにします。これでトリガーを、まあ、引けないんだけど引きます。はい、引く、あ、回ったな、ちょっと回るのは分かんない。はい、とにかくこれですね、ライトモードになります。ちょっとね、何分ついてるかっていう資料がなかったんですけれども、まあ、この状態で、ライトつきっぱなしになります。あ、消えたな。ちょっとさ、設定がおかしかったんだな。こういうことですね。だから動いちゃったのか。はい。これがライトモードになります。これで、ずっと点灯してますんで、結構これ、明るいじゃないですか。ちょっと車の中を探すときなんかはこれで、できるのかなと思います。で、今最後のところでちょっとふわっと消えて、お前それずっとライトモードじゃねえじゃんとかって話なんですけど、今これずっとついてて、ちょっとね、まだ試作機なんでまだなんかあるんでしょうね。ここのライトボタンがね、多分何個かできるんだと思う。ちょっとそれもまた、ちゃんと現物が来て、いじったら、ちゃんと配信しますんで。まあ、とにかく今、じゃあ喋ってるときをつけっぱなしにしておきましょう。はい。まあ、じゃあライトモードっていうことにしておきましょう。はい、次。これもね、巻なんとかさんのね、いいところをパクりましょうということで。今ね、ここに物がないんですけれども、巻田さんの、巻田さんって言っちゃった、プラスチックケースなんですけど、これ今こう、もう蓋がね、こうやって今全開で開いてる状態で、よくこう持ったときに、ここの小物入れのビスをね、ガチャガチャガチャってこうやってこぼしちゃう人いるじゃないですか。あれが、ほら、今蓋が開けっぱなしなのに、蓋が開かないでしょっていう、このオートロック機構知ってます？この、取っ手を持ち上げると簡易ロックになって、開かなくなるんですよね。でこれを倒してやると開くっていう。はい。まあ、これなんですけれども、これが、新型のこいつのケースにも搭載されるということです。さらにですね、これも、ま、いいところをパクりまして、まあ、パクったって言い方よくないですね。パクりまして、IP65 という形になりましたんで、まあ、ケースのまま、まあ、雨ざらしになっちゃっても大丈夫かなと。まあ、本体もね、IP65 ではあるんですけれども、まあ、非常にその、雨対策をしたケースになったという形になります。はい、というわけでですね、こんなところかなっていうところがあるんですけど、今一度ちょっと価格をご覧ください。本体のみもですね、ちょい高でございますね。さっき2月末に発売とは言ったんですけれども、フルセット品の緑と、黒、これだけが2月末発売。で、それ以外の3色っていうのは遅れて発売。まだ、未定でございます。で次、本体のみ。本体のみに関しては、4月ですって、だいぶ先ですね。まあ、本体だけ欲しいぞって方はいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それは発売日が先になりますのでお気をつけください。はい、あとフルセット品ですね。ちょっと今これ試作だったデモ機だったんで、今 Bluetooth 電池じゃなかったんですけど、ちゃんと付属してくる電池は、この新型バッテリーの Bluetooth 搭載のものが、付属してきますのでご安心ください。購入すればそのままアプリ連動とかもできるっていうことでございます。あとはですね、付属の充電器、おめでとうございます。 UC18YDML っていう 10.8V も、同時に充電できるという新型充電器が付属になりました。というわけで、10.8V ユーザーも増やしていこうぜという形ですね。はい、まあ、というわけで、まとめますと、まあ、非常にかっこよくなって、頭も良くなったというインパクトで、あ、そう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 、これをこうしていただくと、こっちにもね、あの廃校機ロゴが入ったぜとかっていうのヒロミさんの声のやつですね。はい、これも入っております。はい、というわけで、まあ、2月末のね発売をお楽しみにと。さすがにオンラインページは作れませんので、ご予約の方は LINE でお声かけをいただければと思います。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。